こんにちは、うぶちゃんリポーターの山田香織です。今年もロマンチックな風景にワクワクする季節がやってきました。冬の祭典、光の街宇部、人も街も輝いています。11月18日から始まった TOKIO ファンタジア2018、150万球のライトが TOKIO公園を輝かせます。昨年の来場者数は12万人。宇部の冬を彩る一大イルミネーションイベントです。川口さん、今年もいよいよ始まりました。そうですね。早速今年の見どころを教えてください。はい、TOKIO ファンタジアはやはり遊園地と一体となったイルミネーションイベントであることです。この TOKIO公園のアトラクションをいつもと違うロマンチックな雰囲気で楽しむことができるんですよ。中でも一番のおすすめ、光と音楽によるライトショーです。夜の時は公園に幻想的な世界を演出する音楽と光のページェントです。素敵ですね。そうですね。ここからだと時はファンタジアが一望できます。ペガサスファンタジーや大観覧車から眺めるイルミネーションはまるで宝石箱を覗いているようです。その他にこんな見どころもあります。企業や学校などが制作したオリジナリティあふれるイルミネーション作品を見ることができます。あったかい、こちらでは温かい食べ物や飲み物を楽しむことができます。ところで皆さん、光の街宇部はTOKIOファンタジアだけではありませんよ。リニューアルしたワイワイパークを彩る芸術性の高い演出が人気のクリスマスイルミネーション。音楽に合わせて光のショーが繰り広げられる光のミュージカルが毎日開催されます。山口宇部空港が舞台のイルミネーション、夜の滑走路の光による特別なひとときをお楽しみいただけます。宇部市勤労青少年会館をメイン会場として子どもたちと作るイルミネーション、子どもたちの夢が広がるイルミネーションが今年も宇部市の冬を彩ります。今年も走りますイルミネーションバス。会期中特別運行されるイルミネーションバスで他の会場を回るとロマンチックな気分もまた盛り上がりますね。そうですね。期間中にこのバスをご利用いただいた方、高校生以下先着200名を対象にオリジナルマスキングテープをプレゼントします。私も特別にいただいたのでアレンジしました。あ、いいですね、高校生みたいで。何か問題でも。あ、いえ。宇部の街が光り輝く光の街宇部は来年1月11日まで。皆さんも幻想的な世界を体験してみてください。お待ちしています。